皆様こんにちは。国体の本気を学ぶの時間です。解説してくださるのは小柳善光先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では今日は国体の本気第2に入っていきますね。はい、第2は国試における国体の権限というところです。では読んでいきましょう。1、国試を一貫する精神、国試の真偽。国試は彫刻の大精神の一途の展開として今日に及んでいる不退転の歴史である。歴史には時代の変化推移とともにこれを一貫する精神が存する。我が歴史には彫刻の精神が厳然と存していて、それがいよいよ明らかにせられていくのであるから、国史の発展はすなわち彫刻の精神の展開であり、永遠の生命の創造発展となっている。しかるに他の国家にあっては革命や滅亡によって国家の命脈は断たれ、建国の精神は中断消滅し別の国家の歴史が発生する。それゆれ建国の精神が歴史を一貫して不朽不滅に存続するがごときことはない。はい、ありがとうございます。もうこの第2のところからいよいよ歴史に入ってきたっていうところなんですけれども、はい、まずその歴史というものについて、で歴史がある国とない国、はい、歴史を持つ民族と持たない民族っていうのがあるんですね、はい、でほとんどの世界中のほとんどの民族、ほとんどの国は実は歴史がない、はい、であるのは、はい、西洋の場合ですと、はい、西洋のヘルドトスのヒストリアイというところから、いわゆるヒストリアイという歴史書が誕生することによって、で歴史っていうものが実は始まっている、はい、歴史っていうのはこれはヨーロッパ圏の場合ですとヒストリア、彼のストーリーですね、彼の物語だから、もともとそのクレオパトラという人がいたんだよ、シーザーと恋に陥ったんですよっていったような、そういうさまざまな歴史上の事実をその時系列に並べて、でこの時系列に並んでるものを全体をこう串刺しにしてストーリー化していく。だから彼のストーリー、私は過去の歴史をこういうふうに見ましたよっていうのが、これがヘロドトスのヒストリアイになるんですね。で、東洋の場合ですと、例えばチャイナには司馬遷の有名な史記というのがあって、これは文の記録ということで、木簡にこうずっとね一個一個の事実を書いていって、それをこうずっと、閉じていくというような形で史記が出来上がってるわけなんですけども、これも一つのやっぱりストーリーがあって、で中国には皇帝よりも上位に、皇帝よりももっと偉い存在として天帝という神様がいると、その天帝がお前がこの国を治めようと言って皇帝を任命する。で任命するんだけども、だんだんその最初の皇帝 はいい人だったんだけど、代を追うごとにだんだんろくでもないやつになっていって、でそうなってくるともう天帝が怒って、でもうお前たちの家にはガーガー任せられん、別な家系に統治を譲ろうということで、別な名字を持った人に、国をこう入れ替えてしまうということがありまして、でこれが要するに液政革命、天命によって、皇帝が変わるというね、皇帝が改まるという、そういう意味になるんですけども、そういう一つのストーリーっていうものが出来上がってる。だからこのストーリーって実は司馬遷の史記以降の随所登場、もうずっと歴代の王朝ごとに史書を持ってますけども、全部同じストーリーで描かれてるということですね。で日本の場合は古事記あるいは日本書紀といったところで、歴史っていうものが語られていて、これをまとめて国史というふうに言いますね。でそれ以外の国、例えばじゃあいや中国やヨーロッパだけじゃなくてインドだって歴史の古い国じゃないのって思うかも分かりませんけども、インドには実は歴史がない。そうなんですか。はい、というのはインドの場合ですと、はい、ヒンズー教の教えで輪廻転生ですから、はい、今起こっている出来事は全て過去の因縁に基づくですね、はい、だからこれ過去性が原因なんで、原因と結果、つまりこういうことがあって結果としてこういう事件が起きましたよっていう記述にならないわけです。この事件が起きたのは前世の因縁ですと、それだとこれ歴史にならない、つまりストーリーにならないんですね。それから中東の場合も、はい、いわゆるイラク史とか
イスラム史とかあるいはイラン史、といったような歴史書っていうのはないんですね。え、そうだったんですか。はい、これもないんです。でなぜかというと一種アラー、あの全てはアラーのもしべしによると。だからここで僕が今戦争を持ってるのもこれも、なぜ戦争を持ってるのか、アラーのもしべしなんです。そうなんですか。はい、今日なぜ佐波さんが紫色のとても美しいスーツを着てらっしゃるかというと、アラーのおもしべしなんです。動かされた。はい、だからあの原因は全てアラーのおもしべしですから、そこにはこう一個一個の出来事を串刺しにしていくという思想自体がない。つまり歴史というものが存在しないということになります。で、まあ、だからただあの近現代に関してなりますとね、例えばアメリカ合衆国史といったようなものは、これはアメリカという国自体ができて250年ぐらいしかないので、比較的新しい時代の中で、まあ、アメリカでどのような出来事があったのかっていう、これはまあ一つの歴史にはなっていってる。でもそれはあくまでも近現代に限った話で、それより古いものになるとほとんどの国や民族が歴史を持っていない。その意味では歴史を持つ国というのはそれだけでもものすごく意味がある、はい、ありがたいことになります。でさらにこの後ろの方にあるんですけれども、はい、あの後ろから 1,2,3,4,5,6 行目、しかるに他の国家にあっては革命や滅亡によって国家の命脈が断たれ、建国の精神は中断消滅しというふうにあります。はい、あの、まあ、例えば中国史を例にとってみると、中国の場合国が変わる、例えばモンゴルの大帝国が起こって、これをここの、まあ、中国にあった大元締めが元、あのなんで元というかというと元締めだから元ですからね。なるほど、そういう意味ですね。でその元が滅んで次に明が出来上がるわけです。で明の後に清が出来上がっている、これは学校で普通に習うと思います。ところがじゃあどうして元は滅んだの、どうして明が起こったのっていうと、実は元は滅んでないんですね。そうなんですか。はい、おおむね今でも続いてるんです。はい、モンゴルとして。ああ確かに。はい、要するにあの何があったのかというと、実は元の最盛期の人口って1億2000万人ぐらいいたんですよ。本当にいたんですか。日本と同じぐらい。日本と一緒ぐらいで、ところが疫病が流行してなんと人口が2500万人にまで減ってしまうんです。1億2000万人いたものが2500万人に減ってしまう。人口の9割近くが8割ぐらいが失われちゃったってことになるわけですね。人口の8割ですよ。つまり5人のうち4人までお亡くなりになっちゃったってことです。だから1,2,3,4って言ったら、このうちの3番までは皆さんお亡くなりになっちゃうという状態になっちゃった。だから例えば土地を あの広大な土地の地主さんがいますよね。地主さん一家全員お亡くなりになっちゃうわけですよ。そうするとそこ誰の土地なの。確かに無主地になっちゃうわけです。はい、はい、で役所の人たち、それをあの土地を管理しているお役所の人たちもみんないなくなっちゃう、うん、みんなお亡くなりになっちゃう。そしたらもう土地の所有関係なんて分かんなくなるんです。うん、はい、でもうとにかく 人々は生きるのに精一杯という状態までなっていった時に、修験生さんというね盗賊団の親方がいまして、この盗賊団の親方は何だか知らないけど、あれあの、まあ、当時流行った疫病というかペストって言われてるんですが、このペストが流行ってる中にあって、 やっぱりどんなに疫病が流行っても一向に病気にかかんないやつっているんだよね。でその中の一人に修験生さんという盗賊団の親方がいて、でまあみんな死んじゃってますから、財宝を奪いたい放題なんですよ。お金持ち の家が、この家 金目のものがありそうだ、よし入れ、わーっと入ってる。みんなもうみんなそこら辺に転がってるの痛いしかないんです。もう欲しいもの全部もらえる、もう病原菌何のそのでどんどん、うん、家の中に入ってったんですね。そうそうそう。でこれだけ欲しいものいくらでも手に入るんだったら、もうあのモンゴルの王様のいたところ、大都って言いますけど、そこに行けばもうあらゆる財宝が手に入るんじゃないかっていうことで欲をかいて行ったわけですよ、ね、あの大都のあのモンゴルの皇帝の住まいまで、はい、行ったら誰もいないんですよ。そんなに死んじゃってるんですね、はい、門番さんいない、で当時あのモンゴル高原の方は全くペストが流行ってなかったんで、要するにあの王様の一族は みんな揃ってモンゴル高原に帰っちゃったんです。それで大都空っぽだったんです。あ誰もいない、うん、誰もすいません
おい、誰か買いませんか、誰もいないんですよ。ごめんくださいって言ったらシーンって感じですね、うん、ちょっと中入ってみようか。で、あ、これこのいい壺があった、これもらってこい、おい、これもらってこい、あ、いい掛け軸があった、これもらってこい、どこに黄金がないか、あーったあった、これももらってこいって言ってもらってったら、ついに一番奥まで行って、なんと目の前にあるのが玉座ですよ。え、誰もいないわけですよ。これ、おい、これみんなお前これ玉座だよな。え、親分そうだと思いますよ。俺さ、いっぺん座ってみてると思うんだけどいいかなって。いや、誰もいないからいいんじゃないですか。いいの、じゃあ俺座っちゃうよ、座るよ、座る、座っちゃったよ。俺今日から皇帝と言って始まったのが実は民国なんです。そうだったんですか、はい、じゃあもう戦わずしてっていう感じですね、はい、で、まあ、あの民国の歴史を見ると、もうモンゴルの大軍をもうちぎってはなげ、ちぎってはなげして、もうあの資源省って、資源省が大投げだとブーンと振るうと、もうあのモンゴルの兵隊たちがもう20メートルぐらいみんなブワーッとぶっ飛ばされる。で、ブワーッと振っただけで人が吹っ飛ばされるわけねえだろうと思うんだけど、いろいろ大げさなことが書いてあるわけですよ、全部嘘。へえ、それだけ見ず資源省強いって思いますけど、ね、あのそうじゃなかったと。はい、で結局そのそれで、まあ、いや俺今日から皇帝になるよ、じゃあ国の名前何にしましょうか、もう朱、俺名字朱なんだけどさ、朱でいいかなって。いやー、なんか朱っていうとほら、あの呪いという字も朱って読むじゃないですか。ねえ、疫病でこれだけ人が死んでるんですから、もうちょっと違う名前考えましょうや。そうだな、よし、じゃあな、今までモンゴルっていうあの外来民族によって俺たちの国統一されていた、ね、みんな暗かったんだ、これから明るい国を作ろうじゃないかって言ってついた名前が民国っていうんです。それで民なんですね、はい、でその民国もその後だん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 人口が増えていって、で最後の皇帝の頃になりますと人口が9500万人ぐらいまで増えていきます、うん、そこでまた疫病が大流行する、ペスト、はい、で、なんと人口が2000万人にまで減ってしまうんです。やっぱり人口の8割が失われるんですね。でこの時にあのたまたまあの今でいう満州、あの中国の東北省のあたり、そこら辺にいた盗賊団の愛新覚羅さん、愛新覚羅親分っていう一族がいて、こっちは北の方だったんでペストが全く流行しなかったんです。で明の国内がもうペストでみんなバタ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 死んじゃって、うん、王様たちもいなくなっちゃった、うん、っていうところに、何なんか王様まで死んじまって誰もいないんですって言うじゃないか、ちょっとおい面白そうだから行ってみようって言って、でまた泥棒さんの一族がきっと財宝が手に入るに違いないと思って、で明の皇帝 の、あの王宮まで行きまして、でさっきと一緒、ごめんください、誰かいませんか、シーン、誰もいない、よし入っちゃうよ、でこれ玉座だよな、よし座っちゃうよ、はい座った、今日から俺皇帝。そうだったんですか、うん、同じ流れだったんですね。国の名前どうしましょうか。やっぱりな、病気が流行るってのはな、大体な不衛生な生活してるから病気になる、うん、これからは清潔な国にしようでついた名前が清って言います。そうだったんですか。明るくて清くて、はい、でもうことごとさように、うん、あの皇帝が変わる、つまり国が変わる、元から明へ、明から清へ、そのたんびにそれまで住んでいた人たちはみんな死んじゃってるわけです、うん、ほとんど死んでしまってるんです。つまりそれまでの歴史伝統文化っていうのは一切継承されないんです。そうか、じゃあそういうところにこう残ってた、ね、はい、書き残していた書物だとか、はい、もうそういったことももう捨てられてしまったりするんでしょうかね。そのまま保存されないと、はい、保存されない、みんな焼かれちゃうし、うん、だからよくほら、アニメの世界でね、はい、北斗の拳かなんかあって、北斗2000年の伝統の北斗神拳、あたたたたたたたとかって古いから、わかります、はい、やったりしますけど、うん、ああいうふうなものも結局その国が元から民へ、民から清へというふうに変わった時に、そういうその武道をやってる、武術をやってるような連中って怖いわけですよ。武術をやってる連中はそれまで の権力にぶら下がっていますから、この連中邪魔なわけです。だからこういう連中は皆殺しにしちゃうんです、うん、ということは北斗2000年の伝統っていうのは起こりえないんです。あ、そうですよね、はい、全部その段階で耐えてしまうんですね、うん、で耐えてなくなって誰もいなくなったところに新しく看板だけ、今日から俺この憲法は俺の流派にするから
と言ってちょっとかじっただけのおっちゃんが入ってきて、俺の言う通りにやれ、わしの言う通りにやれば憲法をマスターすることができるんだとかって言って威張り始めて、ゼロから始まってる、はい、というのが、まあ、中国武術であったりします。確かにこのいろいろな雑居ビルの1階の店舗でいろんなお店が立ち代わり入るところとかもあると思うんですけど、はい、そういう感じでお店が変わってしまえば、はい、もう新しく入ったお店と前のお店って違うお店なの で、はい、全くその中に入ってる契約書だとか、はい、その歴史書っていうんでしょうか、その業務日誌とかも全部持って帰って、はい、全く違うものになっちゃいますもんね。そうです。で通行人は同じ人、通行人で あってもお店が変わったらもう全部違いますよね。そうですね、はい、でそれまでのものは一切継承されない。だって前のお店の店舗の業務主とかを大人に取っておく次の店なんてないですよね。ないですよ。あの前は中華料理屋だったけど、ね、今フランス料理に変わりました。でフランス料理に変わったんだけど、あここな前はあの中華料理屋だったんだって、ラーメンまだやってないって言って聞いたってしょうがないだろう。でそれが日本の場合は国家の命脈が断たれることなく、うん、万世一系でずっと続いてきたっていう、これが凄みなんです。すごいですね、はい、で、その彫刻国の始まりのね精神っていうものが、これが現代にまでずっと続いているよ。その続いているこの国史を一貫する精神っていうものが何なのかということを学ぶことが、すなわち国体を学ぶということになるんですよっていうのが本日の文章ということになります。なるほど。改めて国体の本義を学ぶ意義ということがよく分かりました、はい、ということで、また来週も小柳先生解説をお願いします。本日もありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。